はい、皆さんこんにちは。今日はですね、このダイソーで買ってきた、ダイソーで300円ですね、税込みだと330円のサークルサーキットというですね、おもちゃですね、こちらを買ってきましたので、レビューしてみたいと思います。このおもちゃですね、実は開封して遊ぶまではわからないんですけど、単純にね、こんな感じで、これ見るとなんかチョロキューみたいにこうプルバックする車をこう走らせるだけかなと思ったんですけども、実は走らせるとすごい秘密があって非常に勉強になったので、今日はそれをですね、皆さんにシェアしたいと思って動画を撮っております。はい、ということで中身なんですけども、まずこのダイソーのサークルサーキット、中身はこのようにですね、まずレーンが4つついていって、それを全部レーンをつなげるとこのようにまん丸のコースになります。こんな感じですね。はい、そしてこのように飾りがついているのと、チェロチョロ Q が1台ついてますね。で、遊び方はもう非常に簡単、単純、シンプルで、このチョロ Q を、このレーンで、こんな感じで、走らせて遊ぶ。はい。一見、まあ、なんてことないですね。なんでしょう。このコースがあって、チョロ Q で遊ぶだけのおもちゃかなって思いますよね。で、すごい不思議なのが、これがですね、絶対にコースアウトしないんですね。普通、これだけこの、なんて言うんでしょう、カーブが鋭いと、まあ、大体このチョロ Q の場合は、こうやってまあ、まずこう、うまくですね、こう進まないですよね。こう、スタックしちゃうというか、この下級カーブを、普通は曲がることができないんですね。で、実はこれですね、見てください。このチョロ Q に秘密があったんです。こうやって、このチョロ Q ですね、実は、ここの上下、この車体がですね、この前輪のところがですね、まあ、こういうふうに、ステアリングがこう動くわけではなく、このようにですね、ボディごと、こう、ねじれが効くんですね。だから、こう、急カーブでも、うまく車がこうねじれてくれて、これねじれて別にバネとか入ってるわけじゃないです。単純にこうやってねじれるだけです。なので、急カーブでも、うまく、これちょっとだけねじれてるんですよね。なので、スムースにこう曲がることができる。なので、このカーブをこう永遠にループすることができるんですね。非常にこれ考えられてるなというのをですね、開けてみて、初めて知りました。なので、これはですね、これパッケージじゃ予想がつかない、この永遠ループをなぜやってきるのかというのがですね、非常に勉強になる、これはもう、地域玩具と言ってもいいんじゃないかぐらいですね、優れてますね。はい、ということで今日はですね、このダイソーのサークルサーキット330円。高いと思うのか、安いと思うのか、それはあなた次第です。